2月の第1礼拝になっております。またこの礼拝はインターネットによって全世界また国内全国に発信されておりますということで、関係者の方々や初めての方々や、いろんな方々がこれを、聞いたり、またDVD であるいは CD で、聞いておってくださると思います。今日のメッセージは、ヨシュア記の一章を開かせていただきます。強くあれ、大きくあれ、強くあれ、大きくあれという題でお話しさせていただきます。ヨシュア記というのは、これは ヘブル語です。ヨシアはヘブル語ですね、そしてこれをギリシャ的に言うならば、イエスということになる。イエス様は、ヘブル語で言うとヨシュア、ジョシュアなんですね。ヨシュア、すなわちその意味はマタイの一章にありますように、人をその罪から、この人の罪を許すという意味があるわけです。これは天使がガブリエルが、ヨセフさんマリアさんに教えた、名前です。ヨシュアとつけなさい、イエスとつけなさいと言って、ヨシュア記、ヨシュア記は、モーセによって、導かれたイスラエル人、1450年頃、ユダヤ人は400年間、あるいは430年とも言いますけれども、400年間エジプトで奴隷生活をしておった。その奴隷生活の、イスラエル人をエジプトから神様は救い出したわけです。救い出したんですけども、具体的にその働き技を行ったのはもちろん人間であり、ユダヤ人のモーセです、レビ族の出身、レビ族の、出身の、モーセです、不思議なことにモーセは、殺されそうになった時に川の中から拾い上げられて、川から拾い上げるというその意味でモーセ、引き上げるという意味でモーセという名前が付けられました、引き上げられたのは誰か、エジプトの王女さんだ、そして40歳まで、エジプトの、学問を、身につけておったわけです。40歳になった時に彼は、イスラエル人、自分の、この、民族、イスラエル人を顧みる心を起こして、そしてイスラエルを、この奴隷生活から解放しようと思ったんですけど、それ失敗したんだ。失敗して、また同時に殺人事件をも起こしてしまったので、彼はエジプトからミディアン、シナイ半島に逃げていった。そこで、このリュエル、という方の、この家族と出会って、その長女と結婚したんです。チッポラさんと言いますね。それで2人の男性、子供を得ましたけれども、彼は40歳から80歳まで、羊飼いをしておったと。80歳の時に彼はシナイ山の、で羊を飼って、シナイ山に、登っていたわけです。その時に彼は一つのものを見るわけです。すなわち芝が燃えていると、しかしながら不思議なことに燃え尽きないと、焼け尽きないと、そして近づいて見に行ったんですけれども、声が聞こえてきたの。私はアブラハム、あなたの先祖アブラハムの子、イサクの子、ヤコブの子、ヤコブの神、先祖の神ですよ、あなたが立っているその地は聖なる地だから、あなたは靴を脱げと、彼はそこで神様を初めて礼拝したわけです、礼拝した。それで神様は、父なる神様ヤウェ、エホバとも言いますけれども、神様はモーセに命令を与えるわけです。私はあなたをエジプトに使わすと、
エジプトにいるあなたの民が私に向かって叫んでいる、うん、解放してください、叫んでいる、私はその叫び声を聞きましたからあなたを使わす、うん、あなたは行って彼らをエジプトから救い出して、私が、はい、あなたの先祖の約束した約束の地に連れて行きなさいと、こう言ったわけです。80歳の彼は、はい、尻込んだわけです。断ったわけですけれども、彼はそれを神様許さなかった、うん、はい、それでついに彼は、はい、エジプトから、はい、イスラエル人、うん、数百万の人々を救い出すという仕事をしたんですけれども、その方法は、はい、神様の奇跡の技、印と不思議という、この奇跡の技を10回行いました、はい、エジプトのナイル川を、ね、血の川に変えるとか、はい、アブが飛んでくるとか、はい、真っ暗闇にするとか、さまざま10回の奇跡を行ったんですけれども、はい、エジプトの王様は、ね、イスラエルを、ね、解放することを許さない、アラノに行って礼拝させてください、許しません、ね、子供も大人も動物も全部連れて行きます、許しませんと、こう言ったんですけれども、はい、ついに、はい、この10回目、はい、モーセは、はい、これでは最後です、うん、そして今度行うこの奇跡は、はい、エジプト人の、はい、奴隷の家であろうが王様の家であろうが、その長男ウイゴがみんな、はい、死にますよと、はい、というその、はい、長子ウイゴが殺されるという、裁かれるというこの、はい、技、はい、この技を通して、はい、彼らはエジプトから出るわけです。ただユダヤ人たちは、エジプトにいるユダヤ人たちは、はい、この玄関に、はい、羊の、はい、羊を殺して、その血を玄関の柱と鴨居にこう塗りなさいと、うん、その血が塗ってある家は、ね、神様は通り過ぎます、パスオーバーします、過ぎ越しますということで、それは過ぎ越しの祭りになって、はい、現代もユダヤ人たちはそれを、はい、守っているわけです。過ぎ越しの祭りなんです。その中にいる長男、あるいは動物のウイゴ、みんな、はい、殺されなくて済むという、はい、この血によってエジプトを出たわけです。そして紅海を渡る、奇跡が起こる、紅海が真っ二つになる。さらに彼らはこのシナイ半島に入っていくんですけれども、数々の奇跡を経験するわけです、はいはい、水が、はい、湧き出ると、うん、はい、苦い水が甘くなるとか、奇跡を経験するんですけども、シナイ山に行って、そこで神様は彼らに、はい、神の国の、はい、この憲法、神様の言葉、モーセの律法を与えて、うん、これからあなた方は、ね、全世界の人々のための、はい、この祭司の王国になりますよ、聖なる国民、祭司の王国になると言って、多く言うと BC1500年、はい、イスラエルという国家は、はい、神様によって、ね、建国された、はい、その土台は神の言葉である、はい、その目的は祭司の王国である、人間と、はい、全世界の民族と人々と神様との間の、はい、仲介者、祭司のお仕事、まあ、日本の天皇陛下も言うならばそういう立場を取っていらっしゃるんですね。不思議ですけどね、神道です。はい、祭司の王国になるわけです。そして彼らを約束の地に連れていくんですけれども、はい、彼らは、ね、そのシナイ山から約束の地ヨルダン川のほとりまで来るのに40年間もかかっちゃった。40年間、荒野を散々、ね、さまよい歩いた、まあ、さまよったわけではないんですけれども歩いたの、うん、彼らを導いたのは雲の柱、火の柱という、言うならば聖霊様なの。神様が、はい、雲の柱が立つと彼らは、ね、天幕を畳んで、はい、旅をするわけです。はい、とどまるとそこに彼らはテントを張ってまた生活する。ね、はい、幕屋もそこに作るんです。礼拝をするわけです。はい、それに40年間もかかってしまった。なぜか。不信仰なんだ。何を、はい、
約束の地にあなた方を入れます、約束の地を与えますよと言ったのは先祖アブラハムに対して、ね、イサクに対して、ヤコブに対して、はい、イスラエルに自分たちの先祖にずっと語ってきたんで、約束の地すなわちカナンの地なんで、アブラハムが、はい、カルデアのウルから出て私が示す地に行きなさいと言って行った地はカナンの地、今のパレスチナの、はい、北はユーフラテス川から南はエジプト川というこの、はい、その範囲を表しているわけです、うん、そこを与えますよ、うん、はい、そのために彼らは、はい、今エジプトから出て、はい、シナイ山で最初の王国になったわけです、うん、神の国なんです。だけどそれが40年、うん、その言葉を握って、はい、まっすぐ約束の地に向かって、ね、行かなかった、うん、何が起こったか、うん、カデシバルネアという、はい、途中の、はい、砂漠の町に来た時に、はい、神様は12人の、はい、スパイ、ね、石膏、物見の人々を派遣したんです。約束の地を、ね、見てきなさいよ、うん、はい、カナンの地がどういう地か見てきなさいよと言って12人を選んだ、うん、その中の一人が今日のこのヨシアキの指導者ヨシア、はい、その時はホセアと言いました、うん、ヨシアも、はい、エフライム部族の代表になって使わされた、うん、ユダ部族からはカレブという人が代表になって使わされた、うん、12人が使わされていて約束の地を、はい、40日かかって偵察してきた、うん、そして報告したの、はい、あ、そこは素晴らしい地です、地と蜜の流れる地ですとこういうふうに皆さん報告したんです、うん、ですけれどもそこにいるのは、ね、巨人ジャイアントがいます、ね、そして城壁のある町があるので私たちは到底このジャイアントには勝てません、城壁に、ね、そんな国に、ね、攻め入ることはできませんと言ったのがこの10人なんです、うん、カレブとヨシアはいやできます、神様が約束しているんだから、また神様が共に、ね、出エジプトも航海もそれでシナイ山でも神様の栄光を表してくださったんだからできるとこう言った。だけども実態にでついに、はい、彼らは、はい、まっすぐこのカナンの地に入ることをヨルダン川を渡ることを、ね、決断しなかった。神様はね40日かかったから1日を、ね、1年にして40年間あなた方は荒野をさまよやりますよ、歩きますよ、ね、エジプトの国言うならこの世の罪の世界から、ね、人々を救い出した神様なんですけれども、そしてまたシナイ山で神の言葉を与えたわけでしょ、信仰者になったわけでしょ、うん、はい、神の言葉を与えたわけです、うん、なったんだけど神の言葉にまっすぐ従わなかった。自分たちの、はい、都合、自分たちの力を、はい、見たんだ。自分たちの能力を見たもんですから敵には勝てないと思った。向こうはジャイアントなんだ。こっちはちびっこなんだ。到底勝てない。城壁があると。自分たちは城壁も何もない。ね、剣幕作りの、はい、この旅人なんだ。すなわち神の言葉よりも、はい、目に見えるそのような、はい、人間の背丈や能力や、はい、この生活習慣を見たら叶わないとこう思う。これを不信仰というわけです。これは今私たちの今の信仰生活にもろに響いてくる言葉だ、はい、背丈を見たり、はい、テントを見たりするその考え方、人間中心の考え方、自分の経験の考え方、これを肉という肉の生活、肉によって歩むとこういう。ですけども神の言葉に従って歩むことを信仰とこういう。神様は私たちに信仰を求めていらっしゃる。今日カン君やユウちゃんやマグちゃん、このちっちゃな子供たちがここに賛美歌を歌ったり集会に来ている、うん、信仰が与えられているわけです、子供ながら、はい、それを彼らは、はい、この人間の
肉によって、ね、選択選んだんだ、うん、約束の地にまっすぐ入っていけば、ね、1ヶ月かそこらで入れたんだ、うん、ところが40年間かかる、40日かかっていったもの、1日を1年40年、うん、そして、うん、何か、はい、信じなかったものは約束の地に入れなくなってしまった。約束の地に、先祖にアブラハムに与えた約束の地な、チースとミスの流れる地なんだ、うん、はい、そこの民族を追い出して滅ぼして、そこを神の国とするわけです。今のパレスチナ、イスラエル、全部たった2人を除いてと、こういうことになる。2人というのはヨシュアとカレブ、ヨシュアとカレブ、うん、約束の地に入った時に彼らは85歳だ。モーセはどうしたの？モーセ、もちろんモーセだって入るべき人なの。どうして入れなかった？モーセは荒野で、はい、水がなくなった時に神様に、はい、この岩を、ね、叩きなさいと言う。叩いた。岩を叩いたら水が出てきたの。そしてそれを飲んでみんなは渇きを癒した。これは合格なの。また再びその水がなくなってきた。その時に神様は今度はね、あなたの持ってるその杖で叩いてはいけない、あなたは岩に向かって命令しなさい、水が出るようにと、水を出よと、はい、命令しろとこう言った。彼は、ね、その時に、はい、人々になんだかんだね訴えられておったんだよ、ケチつけられておったんだよ、うん、けしからんこの指導者だ、ね、自分が指導者になってとんでもない、うん、俺たちだって同じじゃないかとこう言われていた。ですからね、モーセという人は最もね、柔和な、ね、柔和な、温順な、ね、従順な人物であったと聖書は言っておりますけれども、ね、怒った。カチャンときたわけ。義憤に燃えたんだ。そして何したかっていうと、はい、命令しなかった。水が出なさいとこういうような。持ってた最初と同じように、この杖でね、岩を2回バーン叩いた。もちろん水は出たんだ。出たんですけども神様はおっしゃった。あなたは、ね、私の命令を破った、ね、命令しなかった、うん、岩を叩いた、うん、岩を叩くということは何か、岩とはキリストなの。キリストを神様は叩いて、はい、十字架につけました、はい、十字架につけました。そして聖霊がやってきました、はい、今度は何かね、また叩いた、またキリストを十字架につけるのかと、こういうことなんです、はい、今度は神の言葉によって、命令によって、はい、聖霊なる水がほとばしに出るように神様はそれを彼に求めたんですけれども、そうしなかった。怒りでもって叩いた、うん、キリストを再び、ね、この十字架の刑罰に合わせるのか、うん、ということで約束の地に入ることができなくて、カレブとヨシュアだけが入ったと、こういうことになります。ですから私たちの人生においても、はい、この荒野を歩くという時がクリスチャン生活にいうのはあるわけです、うん、荒野とは何かというと、ね、罪の世界、この世の世界から確かに救われたんだ。もちろん日本人と生活して生活しておりますけれども、皆さんイエス様を信じた者は神の国の国籍を持っていらっしゃる、はい、どうぞ洗礼を受けてください。イエス様を信じました、そして洗礼を受けました、はい、神の国の一員になる、うん、国籍がある。日本の国籍もあるけれども、はい、神の国の国籍、あなた方の国籍は天にありますよとパウロはおっしゃっています。国籍を得て、うん、約束の地に入っていって、うん、それで約束の地を占領する、うん、ヨルダン川を渡って占領する、うん、はい、
もちろん約束の地に入るということはイコール、ね、天国に入るということとは違います。天国は戦いはないですから、だけど約束の地は戦いがある。神様がこの地上において約束しておる祝福なんだ。祝福は、ね、信仰の戦いを通して御言葉の剣を持って戦う、サタンと戦うことによって、はい、この世の霊と戦うことによって勝利をして、はい、祝福を得るわけです。魂の祝福、実際的な祝福、健康の祝福、はいはい、この祝福に預かるように、モーセは約束の地に入れなかった。カレブとヨシュアは入っていた。どうして？まずは、ね、ヨルダン川を渡るんですね。ヨルダン川を渡る。ヨルダン川は水で溢れているその季節の春。だけども契約の箱を担いだ、ね、レビ族が、はい、一番先頭に立って、そして、ね、ヨルダン川に入っていく。入っていくと何が起こるかというと、ヨルダン川の川があの紅海と同じように、真っ二つに裂ける、うん、無力から沼くないぐらいまで川が逆流していくんです。その乾いた、はい、ヨルダン川を彼らは渡って向こう岸に行く、うん、そしてヨルダン川の川底から石を12個拾って向こう岸にそれを記念、ね、ヨルダン川を渡りましたよという記念を立てる。神様はおっしゃるんだ、ヨルダン川を渡ることによってあなた方は、ね、約束の地に住んでいる7つの民族、31人の王様、これを滅ぼすことができるようになる。その保証はどこにあるかというと、ヨルダン川を渡ることによってその力を得るんだとこうおっしゃる。ヨルダン川って何かというと、はい、北のガイレア湖から南の死海、ガイレア湖と死海を結ぶこの川なん、ほんのちっちゃな川なんですけれども、ユダヤ人にとっては大切な川、神様の川なん。ヨルダン川は死の川なん、何に死ぬか、つまり荒野の、ね、信仰と不信仰、信仰と不信仰、不信仰と不信仰、信仰と不信仰というこの、ね、矛盾したクリスチャンの生き方、こういう二元的な、ね、二つの、ね、肉と霊によって、ね、行ったり来たりする生き方に死んでしまうという。約束の地に入るというのはもうこのそれに死ぬんだ、肉に死ぬんだ、罪の性質に死ぬんだ、そして約束の地に入っていくんだ、はい、それが、はい、罪に死ぬ、肉の性質に死ぬことがサタンに対する勝利の一番の、はい、この保証なんだ。これは私たちに当てはめるならば何か、はい、イエス様を信じました、エジプトから出ました、はい、それで今度は、はい、荒野をやっぱり通過するわけです。信仰と不信仰を通過するわけです。パウロもローマ書の7章で言っております、はい、私は正しいことをやろうと思っているのに、正しいとやろうと思っている私が罪を犯してしまいます。だから私の中に、私自身は正しいことをやろうと、神の御言葉を守ろうと思うんだけども、結果的には罪を犯しちゃってる。だから私の心の中にはこの罪の性質が生きて働いて私を、ね、罪の奴隷にしておりますとこう言ってる、ね。不信仰の奴隷にしております。悪魔の奴隷にしておりますとこう言ってる。この私を、この死の体から、ね、死人を背負っているの私の体から、私を救い出す方は誰ですか、はい、すなわち、イエス様ですよとこう言ってる。罪の許しももちろんイエス様の血ですけれども、はい、この死の罪の性質から私たちを清めるのもイエス様の十字架の血潮なの、うん、はい、それは何か、はい、キリストに私は十字架につけられました、もや私は生きておりませんとガラテヤの2章でパウロは言っております、はい、あの十字架っていうのは何か、イエス様がついた
人類の身代わりに私もだからついたということなの。私もあの時一緒に十字架につきました、うん、私の罪も性質もあの時ね、死にました、殺されました、私はそれを信じますというのが、はい、この罪の清めの信仰になるわけです。信じた者に、はい、何が起こるかというと、聖霊様が私たちのうちにやってきて入ってきて、私たちを神の神殿として住んでくださる。すなわち聖霊の、今度はバプテスマ、聖霊によって洗礼を受ける、うん、水の洗礼ではなくて、聖霊はね、御霊と、はい、火と聖霊によってこの方は私たちに洗礼を授けますよと、ヨハネさんはイエス様のことをおっしゃいました、うん、イエス様は、はい、聖霊によって、聖霊と火によって私たちを、ね、清める、洗礼するお方な、それを聖霊のバプテスマとこう言います、うん、はい、使徒行伝の遺書に出ております。聖霊のバプテスマ、旧約聖書にもたくさん出ております。あなた方の、はい、この石の心を肉の心に変えます、はい、これは聖霊のバプテスマの、うん、その恵みに預からせてくださる、はい、これがヨルダン川を渡るということが、ね、象徴的に、ね、雛形的にそれを表しているわけです、はい、それが義明のところに出ておるんですけれども。